こんにちは、隙間授業チャンネルです。今日は駅で動画編集をやってきたというテーマで話していきます。今日やってきたのはここ、神奈川県横浜市港北区小机町にある JR 東日本の横浜線が通る小机駅です。新横浜駅の隣駅であり、多くの人が日産スタジアムの際に利用している駅ですが、なぜそんな小机駅にやってきたのかというと、今回は動画編集をするためにやってきました。駅で動画編集なんてどうやってやるの？少し前は作業といったらカフェで、駅での作業なんて考えたこともありませんでした。ですが実は今、駅の中でも作業しやすい場所があります。それがこちら、ステーションブースです。今いる小机駅には2つのステーションブースが設置されています。小机駅以外にも首都圏をはじめとした多くの駅に設置されているので、見かけたことがある人も多いのではないでしょうか。私もこれまで何度か見かけており、使い心地が気になっていたので、今日はついにこの中で動画編集をしてみようと思います。このチャンネルの動画は主に原稿・動画編集担当と、現在話しているナレーション・動画編集担当の2人で作成しています。今回このステーションブースで作業をするのは、動画の原稿・動画編集担当の1人です。普段は自宅で編集作業をしていますが、鉄道系動画投稿者として駅で編集をして作業効率アップを目指します。それでは早速使ってみましょう。ステーションブースの利用方法。まずこのステーションブースを利用するには、大きく分けて2種類の方法があります。1つ目は会員登録をしてから予約を行い利用する方法です。スマートフォンやパソコンからステーションワークのサイトに会員登録をして予約ができます。駅についてさあ使おうと思ったら、誰かに使われていて作業ができなかったなんてことがないように、事前に枠を確保することができるので、絶対に使いたいという日は予約がおすすめです。2つ目は会員登録をせず空いているブースを利用する方法です。今回私は予約をしていないので、この方法で使いたいと思います。まずブースが利用中になっていないことを確認して、設置のタッチパネルに表示されている非会員を選択します。すると利用する時間が表示されます。ここで利用したい時間をタッチします。今回はお試しで15分だけ利用することにしました。そして IC カードで決済をすると鍵が開くので、中に入ることができます。非会員の場合、 IC カードでしか決済できないのと、領収書が出ないので経費で使いたいという方は少し注意が必要かもしれません。一応 IC カードの利用履歴には残るので、利用の証明はこれでできると思います。ステーションブースの中は、こちらが中の様子です。椅子と机、そしてモニターがすぐ目に入ります。狭そうに見えたのですが、実際に入ってみると意外と広々としていたので、窮屈ということはありませんでした。設備は PC をつないで使えるモニターと、エアコン、空気清浄機、 USB の充電器、コンセントがあります。そしてアルコールも設置されていました。このブースでは無料の Wi-Fi も使えるので、ネットの環境も整っています。しかし公共の Wi-Fi のため、セキュリティに心配のある方はテザリングやモバイル Wi-Fi を利用するのをおすすめします。私の使用している MacBook Air には HDMI 端子が付いていないため、今回は利用しませんでしたが、モニターが付いているのはかなり嬉しい設備です。作業をするにあたって一番気になるのはブース内の静かさですが、若干外の音はするものの、気になるレベルではありませんでした。小机駅は日産スタジアムの最寄り駅で、普段はそれほど利用者が多くない駅のため、雑音は少ない方だと思いますが、電車の音もほとんど聞こえません。この程度であれば仕事のウェブ会議でも問題なく使えると思います。ブースの扉の上下は透明で、中に人がいることが確認できる作りになっていますが、真ん中の部分はこのように見えないようになっているので、外からの視線も全く気になりません。ブースが設置された当初は、駅での作業は集中できないんじゃないと思っていましたが、自宅で作業するよりも余計な誘惑がなく、作業がはかどったように感じます。
実際に作業した感想。今回は15分と短い時間の利用でしたが、思った以上に使えそうです。外出時の緊急作業場所として今後機会があれば使用したいと思います。ただ一つだけネックなのが料金です。オノステーションブース、今回利用した15分が275円なので、1時間使うのに1000円以上もかかります。1時間1000円となれば、スタバなどのカフェに入った方が安く済むため、まとまった時間作業をしたいと考えた時に頻繁に使用するのは難しそうです。ですが、外出時、アポの前に少しだけ資料を整理したいなど、作業時間がそれほど長くない時には便利だと思うので、カフェに入る時間はないけれど、公園のベンチだと環境が良くないので集中できないという時に、このステーションブースがあれば一度使ってみる価値はあると思います。改札内にある場合は使えないのか。今回利用したステーションブースは小津久駅の改札外にあったので電車を利用せず使用できましたが、一つ隣の鴨居駅では改札内にステーションブースが設置されています。このように改札内に設置されているケースも多いのですが、電車を使わずに利用したい場合や、利用しようと思ったのに間違って改札を出てしまった場合はどうすればいいのでしょうか。この場合は残念ですが入場券が必要です。なのであくまでも電車を利用する人に使ってもらう想定なのだと思います。最後に、私の普段利用する駅ではステーションブースが利用されているのをあまり見かけないので、利益が出ているか心配だったのですが、あるニュースサイトによると法人利用が多いとあり、想像よりも安定して収益を確保できているようでした。オフィスを最小限に抑えたい企業が増えているためか、フリードリンクやコンスペースといった設備もあるステーションデスクやホテルと提携したホテルシェアオフィスなど、企業が多様なワークスペースの使用を許可し、社員が目的に合わせ自由に選べる時代になり、働き方の変化に合わせて今後の駅への考え方やあり方もどんどん変わるのではないかと感じました。今回の内容はあくまでも個人の予想と調べられる範囲での内容なので、間違った情報があるかもしれませんがご了承ください。この動画が少しでも参考になりましたら、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。